石井虎は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。佐賀県に生まれ、陸軍主管学校17期を卒業。東条秀木元首相とは同期。その後、陸軍大学校30期に学び、石原幹事と机を並べる。昭和7年6月30日、不評中佐時に、沖縄連体育司令官に発令され、同年8月8日。 不評大佐に昇進。昭和9年頃、沖縄防衛対策と題する論文をまとめ、陸軍省上層部及び参謀本部への意見具信を行う。その用紙としては、以下の通り。南西諸島は、軍事上極めて重要で、一等でも敵手に入れば、国防上重大な不利になる。陸海軍の元凶は、南西諸島に、配兵することは困難である。したがって、 海面以外の防衛は住民自ら担当する必要があり、軍が派遣される場合でも住民の協力が必要である。このため、平時から在京軍人を主体とする義勇隊を編成し、兵器を整備する必要がある、と主張。さらには、沖縄県の風土や県民性から全体的に強度防衛意識が低く、国防上大いに憂慮する旨を説いている。 この約11年後、沖縄は、米軍との激戦場となり、虎尾の危うともしていたことは、現実となる。虎尾は、昭和10年8月1日、第一師団司令部府の身分で、配属将校として、早稲田大学勤務を命ぜられる。同11年12月1日陸軍少将を、敗命と同時に退命となり、同月28日予備役に編入された。晩年は、 同18年博文館が刊行した、プロパガンが聖戦画像を戦う登場首相の監修者になっている。ありがとうございます。